ハドソン湾遠征は、アメリカ独立戦争最終盤の1782年に、ラペルーズ伯爵の率いるフランス海軍戦隊が、ハドソン湾岸にあったハドソン湾海社の毛川交易基地や砦を襲撃した一連の行動である。カプフランセを出港したこの遠征は、フランスとイギリスの間の世界規模に広がった海軍戦争の一部となった。ラペルーズ伯爵は、 フランスの海軍大臣カストリーズ公爵からの秘密の命令で行動し、1782年5月にカップ、フランセを出港し、8月初旬にプリンス・オブ・ウェールズ・トリデの前に到着した。このトリデとヨーク・ファクトリーのどちらも戦うことなく、降伏したが、ヨーク・ファクトリーに保管されていた毛皮のいくらかは、フランス戦隊から巧みに逃れたハドソン湾会社の商船によって、 運び去られた。イギリス人捕虜の多くは、スループ船に乗せられ、イングランドに送り返された。ラペルーズ伯爵船隊は機密を守るために、最小の冬の備えで航海してきていたので、乗組員の多くがその苦難のゆえに、解決病などの病気を患った。ハドソン湾会社の財政は、この襲撃で悪化し、それが会社と取引をしていたインディアンの人口を減らす、要因にもなった。 フランス海軍の大佐であるラペルーズ伯爵は1780年遅くにフランスを訪れている間にハドソン湾海社の毛川交易基地に対する遠征のアイデアをまずフランス港湾大臣のシャルル・ピエール・クラレットド・フルリューに提案した海軍大臣カストリーズ公爵と国王ルイ16世がこの計画を承認しカストリーズはそのような遠征が現実のものとなった時に ラペルーズが使えている艦隊司令官の誰にも優先できるような秘密命令を発した。その案は音密裏に小さな艦隊を編成し、フランスの船舶が入ることのできる北アメリカ大陸の最北の港、ロードアイランドのニューポートもしくはマサチューセッツのボストンからできるだけ速やかに北のハドソン湾に向かうことだった。 1781年の作戦シーズンでラペルーズの任務はその秘密命令を実行できる機会が取れなかったが、1782年4月のセインツの海戦でフランス海軍が大敗した後にその機会が訪れた。フランスとスペインはジャマイカに対する攻撃を計画していたが、セインツの海戦ではドグラス伯爵とその機関ビルドパリが捕まったことなどを含め損失が大きく、 その遠征を中止することになった。ラペルーズは、開戦後にカプフランセに戻ると、ドグラスの後継者、ルイ・フィリップ・ド・ボードレイユにそのアイディアを上進した。ボードレイユがその作戦を承認し、ラペルーズに3隻の艦艇を与えた。すなわち、戦列艦のセプター、フリゲート艦のアストレイとアンガジュアンだった。アストレイは、ポール・アントワーヌ・フルリオード・ラングルが、アンガジュアンは、 アンドレ・シャルル・ドラジェールが指揮した。フランスは極北では行動できるシーズンが短いことを知っていたので遠征の準備は秘密にまた幾分急いで行われた。乗組委員と士官たちには目的地が知らされず、ラペルーズはあらゆる疑念を避けようとして体艦用衣類の傾向も避けた。ボードレイユ提督の報告書には艦隊の目的地をフランス気候地を ニューポートもしくは、ボストンと記しており、ラングル・トラ・ジェールは、ノバスコシアの井戸に達した時に、初めて開封できる封印された、命令書が渡された。この艦隊には、オーゼロ・ワレン隊の正規不評250名、砲兵40名、野砲4問及び迫撃砲2問を乗せていた。兵士たちは、ニューポートのフランス陸軍を補充しに行くのだと、告げられていた。 二週間の準備を行った後、艦隊は1782年5月31日にカプフランセを出港した。ラペルーズ白爵の版画、DK ボナッチ製作艦隊は7月17日に、事故もなく、ハドソン海峡の入り口にあるレゾリューション島に到着し、海峡を抜けてハドソン湾に入った。湾内を航行している時、プリンス・オブ・ウェールズ・トリデに向かっている。 ハドソン湾会社の商船シーホースと出会った。ラペルーズはフリゲート艦の一席にその後を追わせた。シーホースの船長ウィリアム・クリストファーはフランス艦船の挙動から湾の正確な海図を持っていないと感知し、策略を持って逃亡した。クリストファーは停戦の準備をしているかのように見せるために砲を畳むよう命令を出した。このことで、 フランス艦の艦長も前方に浅い水域があると思い込み、怒りを下ろした。フランス艦が怒りを下ろすのを見たクリストファーは方を上げさせて、フランス艦が怒りを巻き上げる前にその場から逃走した。8月8日、ラペルーズはプリンス・オブ・ウェールズ・トリデに到着した。そのトリデは印象的ではあるが、今にも崩れそうな石造りのトリデであり。 39名の文民が守っているだけだった。そこの知事であるサミュエル・ハーンは、翌日にフランス軍の勢力が分かってきた時に、一発の砲弾を放つことなく取りごと降伏した。その部下の幾人かが武道弾を装填した銃砲で、フランス軍を攻撃する許可を求めたにもかかわらず、ハーンは降伏した。フランス軍は艦船の補給を行い、 鳥の大砲を押収した後に、施設の略奪を行った。ハーンによれば、フランス軍は7,500枚以上のビーバーの生皮、4,000枚の天の生皮、および1万7,000本のガチョウの羽を持っていった。鳥を壊すために2日間を費やしたが、砲台を破壊することと城壁の上部を壊しただけだった。捕虜の多くが、鳥の側に停泊していたハドソン湾会社の商船。 セバーンに乗せられる一方で、その他のものはフランス艦船に乗せられ、何人かは乗組員に組み入れられた。ラペルーズは続いて、ハドソン湾会社の小さな船の大半を集め、8月11日にヘイズ川とネルソン川の間の半島にある交易基地、ヨークファクトリーに向けて出港した。ペルーズの報告書によれば、8月20日にヨークから約5リーグの地に到着した。 砦の守備側はヘイズ側に面しており、ハドソン湾会社の商船キングジョージが停泊しており、流れの速いヘイズ川のために抵抗を受けながら、そこに近づくのは不可能だった。プリンスオブ・ウェールズ砦のサミュエル・ハーン知事、ラペルーズはネルソン側の河口に入り、砦には約16マイル離れた後方から接近する作戦で、部隊をハドソン湾会社の小さな船に移乗させ、 上陸作戦に備えさせた。続いて公平にネルソン側の推進を図らせると、小さな船でもその浅さのために適切な上陸地点に接近するのが難しいことが分かった。その小さな船は引き潮のために泥の中にはまり、翌朝3時まで脱出できなかった。ラングル艦長は上陸部隊の指揮官メジャーロスタンに出位を徒歩で渡るよう提案した。ロスタが同意し、 浅瀬を横切るために出発した。彼らは知らなかったが、陸地まで行き着かなければ状態は良くならず、沼地を抜けて、鳥にたどり着くまでに2日間を要した。上陸部隊が移動している間に悪天候のために艦隊の安全が脅かされていたので、ラペルーズは艦隊に戻った。大けの中でフリゲート艦2隻は水中の鋭い岩に怒り綱を切られて、怒りを失った。 ヨークファクトリーには60名の白人と12名のインディアンが駐屯していた。フランス艦船を指認するとハンフリー・マーテン知事は商品をキング・ジョージに積み込ませフランス軍の手に落ちないように図った。8月24日にフランス軍が到着するとマーテンは取り出ごと降伏した。艦隊の到着した夜の間に出航したキング・ジョージ。 ラペルーズは一隻のフリゲート艦に追わせたが、キング・ジョージ船長のジョナサン・ファウラーは、湾の浅い水域をよく知っていたので、うまく追跡を交わすことができた。ロスタンは、鳥の守備隊を捕虜にし、取っていけないものを破壊し、木製の鳥を怪人に変えさせた。ロスタンは鳥を攻撃のために訪れるインディアンが、使う貯蔵品を保存しておくよう注意を払った。これらの行為や、 ラペルーズが捕虜を扱う時の配慮は、ハーン、ルイ16世を呼び、イギリス政府の認めることとなった。ラペルーズは8月26日になってから、砦の占領を知り、打ち続く悪天候とフリーゲート間のトラブルのために8月31日に、やっと、ロスタンの部隊と合流した。降伏の条件には、セバーンリデなど、小さな前進基地の降伏も含まれていた。 ラペルーズは季節も遅くなっており、感染や乗組員の状態も悪かったので、セバーン取り出には行かないことにした。乗組員は解決病などの病気を患う者が多かった。感染に物資や補給品を積み込む過程で小さな船5隻が転覆し、15名の者が溺れた。ラペルーズは大西洋への帰還をはじめ、セバーンをレゾルーション岬まで栄光していった。 セバーンはそこで解放され、イングランドへの帰還を許された。ラペルーズは、セプターとアンガジュアンを率いて、カディスに向かい、アストレーは遠征の成功をパリに報告するために、ブレストに向かった。この遠征は、乗組員には大変な苦難を強いていた。感染がヨーロッパに戻った時までに、セプターでは60名のみが働ける状態であり、約70名は、解決病で死亡していた。 アンガジュアンでは、解決病で15名が死亡し、ほとんど全員が何らかの病気にかかっていた。両艦とも寒い気候と不評会にあたって、損傷を受けていた。フルリオドラングルは10月遅くに、ブレストに着いた時に、カピタンド別荘への名誉昇進を受けた。ハドソンワン会社によれば、プリンス・オブ・ウェールズ・トリデで奪われた商品の価値だけで1万4000ポンド以上であり、 ラペルーズの襲撃は会社の財政に大きな打撃を与えたので1786年まで配当金を払えなくなった。1783年パリ条約で和平がなった時、フランスはハドソン湾会社にその損失を保障することに合意した。この襲撃はハドソン湾会社の公益関係に恒久的な打撃を残さなかった。ハドソン湾会社と公益していた。 チッペワイアン族インディアンは会社が物資を補給できなくなったために大きな影響を受け、その後の天然痘の流行によって北アメリカのインディアン人口は大きく減少した。ある推計ではチッペワイアン族の人口は半減したとされている。ハドソン湾会社が2シーズンにわたってインディアンと交易できなかったことにより生存者の多くはモントリオールとの交易関係を広げることになった。 ハーンとマーテンは降伏したことで会社から制裁を受けることはなかった。両名とも翌年には元の職に復帰した。フランス軍がプリンス・オブ・ウェールズ・トリデを占領した時にサミュエル・ハーンの日誌を発見し、これをラペルーズが戦利品として押収した。この日誌にはハーンが北アメリカの北限を探検した時の証言が書かれていた。 ハーンは、ラペルーズにその日誌の変換を請願し、ラペルーズは、それが出版されるという条件で応じた。ハーンがそれを出版する意図があったかどうかは不明だが、ハーンが死んだ1792年までに、原稿を準備し、出版社に送っていた。その日誌は1795年に、ハドソン湾のプリンス・オブ・ウェールズ・トリデから北洋への旅として出版された。ラペルーズは、 ルイ16世から800リーブルの昇級で交渉された。その功績はヨーロッパと北アメリカの大衆からも賞賛を受けた。次の大きな任務は1785年の太平洋に向けた探検だった。フルリオード・ラングルがサイド副司令として参加したその艦隊は1788年春にオーストラリアの近海で目撃されたのが最後だった。 この遠征の残骸が発見されてきたが、ラペルーズの運命は不明なままである。ありがとうございます。